今回は韓風ピリ辛チャーハンの作り方を紹介します。豆板醤の辛みと花椒のすごい辛さが普通になるものです。それでは作っていきましょう。材料はご飯 200g、 豚ひき肉 50g、 卵1個、ニンニク生姜みじん各小さじ1、青ネギ大さじ1です。まずは具材となるひき肉を炒めていきます。油を小さじ1を入れて豚ひき肉を入れ炒めていきます。ひき肉に色が完全に変わるまでしっかりと炒めます。そうしたらニンニク生姜と豆板醤を少量で炒めていきます。紹興酒または酒を小さじ1と醤油小さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。鶏ガラスープまたは無糖製品の WCC です。砂糖と味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。炒めて水分がなくなっていたら取り出しておきます。油がよく馴染んできたら油を加えます。大さじ1の油を入れ、豆板醤小さじ1を入れ、よく炒めていきます。豆板醤を油で溶くようにして炒めたら卵を流し込みます。卵を2、3回までその上にご飯を入れ炒めていきます。卵とご飯が一体になるように混ぜ合わせながら炒めていきます。ご飯がこのぐらいほぐれてきたら炒めた黄身を入れます。黄身の旨味をご飯に付くようにして炒めていきます。ご飯がパラパラになってきたら醤油大さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。醤油の水分を一気に炒めて鍋を青く炒めます。砂糖を小さじ1入れ甘みをプラスします。味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。青ネギを入れます。全体をよく炒め合わせます。ごま油を少量入れ香りをつけます。鍋を煽りながらお玉にチャーハンを入れ皿に入れます。最後に花椒を軽く振りかければ完成です。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。